さあ始まりましたスプラトゥーン3荒巻トリで伝説のアルバイター企画デボタポポアギャ実況を経た親子でお送りします。よろしくお願いします。さあボールドマーカーです。荒巻トリではね結構簡単なんでこういう風にして倒したらいいよっていうのね、ちょっと聞いてみたいと思います。さあでいきなりドッと大量発生ということで、まあ他のやつたちに任せて私は玉拾いをしたいと思います。それでいいかな。さあどうでしょう。さあって2人来てくれてるね。これ突っ込めよ。え、これだって今のところ突っ込むことないよ。確かに一応ね、子供にね、突っ込み役をね、お願いしてるんだけど、今のところ突っ込むところがないって言ってね、黙ってバイトを見てくれて、あいつはよく黙ってバイトを見てくれて、さあ、で意外とね、やられてるね、ダックという体重を測ってると、結構手前じゃなくて、奥で、ね、敵を倒すことが多いんですけど、結構ね、このチームね、いい感じにあれがね、あれ、ヘビにやられましたよ。あまりドスクを倒す気がなさそうなメンバーがありますね。うまい、自分だけうまいと思う。私もほとんどに落ちないもん、ね、さあ、で、あと何個だ、7個だな。さあ、あと5個だね。さあ、で、うまいですね。鉄球はうざいです。このタイミングの鉄球はうざいです。ここにうざいやつがいた。モグラ。モグラが出てこなかったやつね。モグラのことをね、名前変えます。何だった？ドエヌ。ドエヌって言います。ドエヌが出てきてません。はい、グアドホッパーフラグ。さあ、また引き潮ですね。さあ、潮がよく引くタイミングが多いです。あ、一番つまんねえやつだ。このステージ一番つまんねえ。まあ、ラッキーなんですね、ここは。我慢にしましょう。これはドエヌ出てこない。さあ、待って、ドエヌ出てきてほしいの。これはね、あの大物邪気が出てこないやつだね。ゴールドマーカーのやつで倒してもらいましょう。パパ、早くイクラ入れろ。パパ、早く。私はイクラを入れません。何？運びます。ワドロッカーブラグだ。強い武器だけど、あまり細かいことは得意な武器じゃないから、ゴールドマーカーに任せるのが一番いいんだ。よいしょ。よいしょ。ただの玉運びですからね、皆さん、落ち着いてやりましょう。これを1個入れたらね、あのかける2になるからね、1つ入れれば2になるんでね、これを取ります。さあ、あと1個入ったらとりあえず落ちてるんで、これを取りますね。さあ、1人やられたな。よいしょ。さあ、切り張ってみて、せっかくなんでね、手に入れましょう。入れながらこうやって次のステージ用にね、あの塗っておくのをおすすめします。ここですね、こうやって塗っといてください。さあ、でドライブワイパーで最後を引き潮3連発って珍しいな。こんなことなかなかないよな、よね。おい、なんか言ってくれ。こんなことあんまないよな。さあ、ね、ライバーを近くに置けまーす。ライバーを近くに置けて、近いよって言ったからね。さあ、仲間の誰か倒してる。タッポは倒れてる。で、私がヘビに狙われてるので、はい、ここですね。
運びに運んでもらって、この箱にね、使いましょうね。さあ、で、あと12個か。さあ、ここら辺でね、一回使っておきましょう。さあ、ただね、残ってたんでね、ここら辺で一回使っておきましょう。さあ、やられましたよ。今のはね、鮭の餌になることを選んだ。鉄球やべえな。鉄球がやばい状態になってますね。あと1個ですね。あ、入ったね。まあ、こうやって勝てばいいってわけです。さあ、鮭は出てくるかな、出てこないですね。どうでしたか、今の戦いは。あ、ここに座って、うん、全然突っ込んでくれないんじゃないかよ。そうか、うん、迷路。さあ、後ろでね、迷路をやっている人たちがいます。さあ、どんだけ上がったのかな。今伝説のアルバイダー150ってことで、次勝ったら、あれだね、鮭だ、おそらく。横綱やりたかった。よし、じゃあ横綱はね、小学2年生の、ね、子供に変えてあげようと思います。さあ、って始まりました。ボールドマーカー、1回ボールドマーカーを置いて、できるだけね、こうやって塗っていって、この壁面をね、塗っちゃいましょう。これ逃げ動線ですね。逃げる動線を作って、逃げる動線を作りながら、よいしょ。さあ、味方うまいね。味方うまいね。あ、ドエヌいた、ドエヌ、ドエヌ。ドエヌいた？ドエヌ。さあ、ドエヌがいましたよ。ドエヌっていうのはね、下からな、出てくるね、モグラみたいなやつ。ドエヌ先生。さあ、で、ヘビヌ。さっきドエヌいたのに、どこ行った？味方が飛ばしてくれたんじゃない？最悪。なんでだよ。さあ、敵方が一人倒れてるね。ああ、コウモリにやられました、うん、ダブルコウモリでしたね。今ね、幽霊みたいなのがいてね、背中をポチポチ食べてるんだよ。さあ、で、みんな熱いってるな。魚買ってるやろうね。さあ、いい感じに入って OK です。パパ、セイバーさん、